キール条約は1814年1月14日、スウェーデン王国とデンマークノルウェー連合王国の間で締結された国際条約。スウェーデンとノルウェーの同君連合が成立する契機となった。なお、キールはバルト海に面したドイツ北部の軍港であるが、当時はデンマーク王がキールを主婦とするホルシュタイン王国の公を兼務していた。 1807年からナポレオン戦争にフランス側として参戦していたデンマークは、1813年にスウェーデン軍によるユトランド半島侵攻を許し、その結果としてこの条約が結ばれることとなった。これによりデンマークはノルウェーをスウェーデンに割譲し、プロイセン王国が代償としてバルト海南岸にあるスウェーデン領ポメラニアを領有することとなった。ただ、 ノルウェー領であったアイスランドやグリーンランド、フェロー諸島はデンマークの領有として残された。しかし、この条約は実際には履行されず、ポンメルンはプロイセン王国が併合した。また、この条約締結の知らせを受けたノルウェー副王、クリスチャン・フレデリックが反乱を起こした。ノルウェーは1814年5月17日独立を宣言し、クリスチャン・フレデリックが 国王に選出された。しかしスウェーデンは、ノルウェー独立を認めず、王大使カール・ヨハンが軍を率いて、ノルウェー軍を屈服させた。クリスチャン・フレデリックは王位を捨てて出国し、8月にモス条約が締結されて、ノルウェー王には、スウェーデン王のカール13世が即位した。これ以降1905年までスウェーデンとノルウェーは、同訓連合となった。この条項は、 ウィーン議定書にも載せられ、ナポレオン戦争後のウィーン体制として帰結した。ありがとうございます。